はい、こんにちは、116インズです。さて今回はカンザスシティロイヤルズに関するお話をしていこうかなと思っております。ロイヤルズは今再建中のチームという印象がありますが、少し前2014年に遡ればリーグ優勝、この年はワールドシリーズでジャイアンツに敗れてしまいましたが、翌2015年にはリーグ連覇、そしてメッツを破って1985年以来30年ぶりの世界一に輝いてますよね。ここで世界一になる前のロイヤルズは長きにわたってチームが低迷したせいか、2015年頂点を取った時のロイヤルズファンたちの熱狂ぶりも個人的には非常に印象的です。私が MLB を見始めた頃、2000年代のロイヤルズはなかなか勝てず、中地区の最下位常連。そんなチームがマイナーを地道に整備して、若手のコアが揃うタイミングで勝負を仕掛け世界一という結果を残したのは本当にお見事という感じなんですが、実はとあるエースのわがままもこの世界一に大きく貢献したんじゃないかと思っています。ということで今回はそんなお話をしていきます。はい、先ほど少し触れましたが、2015年に世界一となる一つ前の時代のロイヤルズはというと、本当に長い間苦しんでいたチームの一つで、1985年に世界一に輝いたのを最後にワールドシリーズはおろかプレーオフからも遠ざかってしまい、特に2001年から2010年のスパンは負けに負けまくっていたような時期でしたね。この期間のロイヤルズの勝率たったの4割9厘、これはこの期間中 MLB ワーストの勝率となりますし、1994年に AL 中地区が新設されてから2010年までの間、ロイヤルズは勝率5割すら上回ったシーズンも2回しかなく、中地区の下位争いには常にロイヤルズの名前がありました。ただ負けまくったおかげで毎年ドラフト上位指名をゲットしていたロイヤルズは、たびたび将来のスター候補を獲得するチャンスに恵まれ、それが実現したのが2002年全体6位で指名した高校生ピッチャーのザック・グレインキー。グレインキーはドラフトから2年後の2004年20歳で MLB デビューを果たすと、すぐに頭角を現し、この年負け越しはしましたが、24先発で防御率 3.97、ウィンザーボリプレイスメント 3.8、新人王投票でも4位、上位指名にふさわしい活躍を見せると、その後社会不安障害で一時チームを離れたこともありましたが、それを乗り越えた2008年には MLB の1戦級の先発投手に、翌年の2009年は33先発で16勝、リーグトップとなる防御率 2.16、ウィンザーボリプレイスメントは驚異の 10.4 と大活躍し、サイヤング賞を受賞するなど、ロイヤルズのエース、球界のエース格の選手へと成長しました。チームもグレインキーの活躍を評価して、2008年オフに4年総額3800万ドルで契約延長にも成功し、しばらくはロイヤルズのエースとして活躍してくれるものと思われました。が、グレインキーの成長とは裏腹に、ロイヤルズのチーム状況が全く上向きません。グレインキーが本格的にブレイクした2008年は75勝87敗、サイヤング賞を受賞し1人で10勝分のプラスをもたらした2009年は65勝97敗で、なんとか100敗を免れるような状況で、2010年もそこから大きな変化はありませんでした。グレインキーもロイヤルズと契約延長したはいいものの、彼がプレーした期間中一度もチームは勝率5割すら超えず、再建が終わらないチームに次第に不満を抱き始めてしまいます。そしてその不満がついに爆発したのが2010年12月、グレインキーは代理人を変更してロイヤルズに対してトレードを要求。チームとの契約はまだ2年残っていましたが、それだけ我慢ならなかったんでしょうね。ロイヤルズも全くグレインキーのトレードを考えていなかったわけではなく、噂も多少はあったんですが、ただ当然ながらサイヤング賞も取って、かつ比較的安めの契約があと2年も残っているエースをそう簡単に手放すはずもなく、相当高い見返りを他球団に対して要求していたとか。ただグレインキーがトレードを要求したことが知れ渡ると、これまでのような強気な姿勢は困難となってしまいます。ロイヤルズはグレインキーをトレードしてもいい立場から、しなければならない立場へと変貌してしまったわけですからね。で、グレインキーのトレード要求からそれほど日が経たずにブルワーズとのトレードが成立。ブルワーズはロイヤルズからグレインキーと内野手のユニエスキー・ベタンコートを獲得し、ロイヤルズは投手と野手の若手をそれぞれ2人ずつ獲得するトレードとなりました。当時ブルワーズは投手陣に課題を抱えたチームだったため、グレインキーは待望のエースという格好でしたし、ロイヤルズ側もこの時点ですでに MLB デビューしていましたが、もともと球界トップ20以内の評価を受けていた内野手アルシデス・エスコバーや、2008年ドラフト1巡目指名を受けた先発投手ジェイク・オドリッチなど、グレインキーがトレードを要求したと知れ渡った中でまとめたトレードの割には、それなりの選手たちを獲得できましたので、決して悪いトレードには見えなかった印象ですね。そして実際このトレードのおかげで、ロイヤルズは2010年代中盤のリーグ連覇に向けて大きく前進することとなります。ロイヤルズは先ほどのトレードで連覇した際の野手のレギュラーを2人もゲットできました。まずエスコバーはロイヤルズ移籍後すぐにショートのレギュラーとして定着し、守備負担の大きいポジションを守りながらも毎年ほぼフル出場。
マイナー通算で3割近いアベレージを残したバッティングは必ずしも MLB レベルで常に発揮されていたとは言い難かったものの、シーズンで20から30盗塁できるくらいの脚力は当時スピードを武器にしていたチームに見事にフィットしましたし、またショート守備も平均以上、2013年以降 UZR で毎年プラスを叩き出すなど守備の硬さも売りにしていたロイヤルズに欠かせない選手でした。2015年のワールドシリーズ第1戦で先頭打者ランニングホームランを記録したのも個人的には印象的ですね。またエスコバー以上に貴重な戦力となったのがロレンゾ・ケイン。エスコバーとは違って即戦力という感じではなかったものの、2013年頃から徐々に出場機会が増え始め、2014年からは完全にレギュラー。エスコバー同様、ケインもセンター守備に定評がある選手で、2013年から2015年までの3年間で DRS プラス45、UZR プラス 28.7 と平均を大きく上回る水準の守備を見せ、エスコバーと共に鉄壁のセンターラインを形成。バッティングの方でも存在感を発揮し、2015年は140試合で打率3割7厘、ホームラン16本28盗塁、OPS 8割3分8厘、ウィンザーボールリプレイスメントも 7.0 を記録するなど、初めてのオールスターにも選出され、また MVP 投票でも3位に入る充実したシーズンとなりましたね。リーグ連覇した当時のチームで3番を打っていたイメージが強く、ロイヤルズ野手陣の攻守の要的な存在だったかなと思っています。エスコバーにしてもケインにしても2015年の世界一を語る上でも外せない選手たちですし、そんな2人を一つのトレードで手にすることができたのはロイヤルズとしても幸運だったことでしょう。しかしこれだけにはとどまりません。獲得した投手の2人のうちジェフレスはロイヤルズでさほど目立った活躍はできませんでしたが、オドリッチは間接的にではありますが、こちらもロイヤルズに大きなプラスをもたらしました。それがこちらのレイズとのトレード。ロイヤルズは当時球界トップ3の評価を受けていた有望株ウィル・マイヤーズに、トッププロスペクトに成長したオドリッチら3人の選手を加えて、レイズのエースジェームス・シールズら3人の選手を獲得。マイナーの整備が進んでプロスペクトたちが少しずつメジャーに到達しつつあったロイヤルズですが、2012年は72勝90敗と大きく負け越し、まだまだ再建に時間を要すると思われた矢先に、トッププロスペクトのマイヤーズやオドリッチを使って一気にコンテンダーに転じる少々無謀にも見えるトレードを行ったため、このフロントの判断は当時かなり批判を受けていた記憶もありますね。今ちょうどロイヤルズには球界3本の指に入るプロスペクトボビー・ウィット・ジュニアがいますが、例えるなら今年のロイヤルズがウィットを使って即戦力選手獲得に動いた感じのトレードと言えますので、周囲の批判も理解はできます。ただこのトレードもロイヤルズのリーグ連覇につながる大きな一手となりましたよね。まず獲得したエースのシールズ。ロイヤルズのデイトン・ムーア GM は若いチームにシールズのような経験豊富で、かつレイズ時代にはワールドシリーズも戦ったことのある選手が必要だと考えていたようで、実際シールズの存在はチームの中でも非常に大きなものとなりましたし、シールズが来たことでロイヤルズもコンテンダーへと変貌を遂げました。ロイヤルズでの2年間シールズは合計で455回も投げ、ローテーションを支える活躍を見せたのもそうですが、クラブハウスのリーダーとしても存在感を発揮。サードのマイク・ムスタカスはこの当時シールズがクラブハウスの空気を完全に変えたとコメントしていましたし、誰が相手であっても勝つんだとチームに信じ込ませたというのはピッチングコーチデイブ・エイランドのコメント。大事な試合に強いことからビッグゲームジェームズのニックネームを持つシールズですが、彼がそういった試合で力を発揮できる理由、おそらく野球の面だけではなくメンタル面の強さも理由にあったのかなと思っていますが、それをチームに根付かせたのは後にロイヤルズが実際に大事な試合で勝つようになる上でも大きなポイントになったんじゃないかなと。シールズは2014年オフに FA でパドレスへ移籍し、2015年の世界一こそ経験しませんでしたが、チームに大きな置き土産を残してくれたと言ってもいいでしょう。そしてもう一人、ウェイド・デイビスもシールズ並み、あるいはそれ以上に大きな戦力となりました。もともと才能はありながらもなかなか先発で結果を残せず、でロイヤルズに来てからも先発で微妙な成績だったことから、2014年からブルペンに完全転向。すると眠っていた才能がついに開花し、2014年は71試合に登板すると防御率驚異の 1.00、 FIP もほとんど変わらず 1.19、 どんな変貌ぶりだという感じですが、世界一となった2015年はさらに防御率を改善させ、69試合で防御率 0.94、 1.00 の時点ですごすぎるわけですが、ここからさらに防御率良くするとか理解不能ですよね。本当、当時のロイヤルズはブルペンの後ろがとにかく固く、守護神のグレッグ・ホランド、ケルビン・ヘレイラ、そしてデイビスと、この3人の安定感は凄まじく、まさに鉄壁の勝ちパターン。7回までリードされたらあとはブルペンが出てきて終わりくらいの空気すらありましたよね。デイビスはポストシーズンでもシーズンと変わらない安定感で、2014年のポストシーズンでは15試合に登板し防御率 0.63、 ホランドがトミジョン手術を受けることとなったためクローザーとして迎えた2015年のポストシーズンは8試合の登板で防御率 0.00、 30年ぶりの世界一が決まった瞬間のマウンドに立っていたのもデイビスでした。
当初は疑問視されていたレイズとのトレードもデイビスが史上最高クラスのリリーフピッチャーへ成長したことでロイヤルズ側の判断は間違っていなかったことを決定づけましたし、その選手たちを連れてくる上でもオドリッチの存在はまた一つ大きなものだったのかなと思っています。ということでグレインキーのトレードをきっかけにロイヤルズは将来のリーグ連覇に大きく貢献する選手を4人も獲得し、またその全員がこの時代のロイヤルズを体現する活躍を見せてくれました。スピードと守りの硬さを前面に押し出す野球がロイヤルズ何かと印象的でしたが、リーグ連覇した2014年と2015年の2年間でロイヤルズは MLB トップとなる盗塁数 UZR を記録、DRS と防御率でもリーグトップと、実際にスピード面や守りの面で周りと比べて突出したチームで、このような成績を残せた背景にはエスコバーやケイン、デイビス、2015年はいませんでしたがシールズといった選手たちの貢献はやはり外すことはできないのでしょう。契約が2年も残っている状態でのエースのトレード要求、グレインキーのために強いチームを作れなかったフロント側の責任もあるでしょうが、エースのある種のわがままが後の主力選手獲得につながり、逆にロイヤルズの世界一を近づけることとなったこの一連のトレード、チームとしては当初は不本意な形でグレインキーを手放すことになってしまったでしょうが、あのタイミングで彼がトレードを要求してくれたのは結果的にはチームとしても良かったのかもしれませんね。ちなみに当のグレインキー本人はキャリアで2度ワールドシリーズを経験しているものの、未だにリングはなし。ブルワーズ移籍後にロイヤルズに対するトレード要求についてかなり失礼な態度をとってしまったと反省していたそうですが、若かったグレインキーも38歳、現在 FA で今季プレーするかどうかも分かりませんが、時代を代表する右腕である事実に変わりはないので、どうにか1回は世界一を経験してほしいなと思ったりはします。果たしてグレインキー自身も今後リングに手が届くのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。